昔から皮革産業が盛んな台東区は、靴、カバン、バッグ、帽子、ベルトといったファッション雑貨の日本を代表する生産地であり、歴史あるメーカーが有する技術は世界でもトップクラスです。そんな業界と台東区が協力して行う雑貨デザイン画コンペティションは、台東区周辺のファッション雑貨産業の魅力を今後この業界で活躍していく方々に向けて発信していこうというもので、優秀作品は受賞者と地域のメーカーがタッグを組んで実物サンプルの制作ができるという台東区だからこそできるコンテスト。2020年9月に作品募集が行われた第31回雑貨デザイン画コンペティションの審査からサンプルの完成までの模様を追いました。応募総数は3171点。靴、カバン、バッグ、ベルト、サスペンダー、革小物、帽子のデザインがすべてが台東区小島にある台東デザイナーズビレッジの体育館と教室に並びました。台東区のメーカーとファッション業界からのゲスト審査員が投票し、評価された作品115点が二次審査に進みました。二次審査では審査員同士でデザイン画を前に話し合い、多数決で入選作品を決めていきます。各部門で優秀賞3点、最優秀賞1点を選び、5つの最優秀賞の中から大賞を1点選出します。その他、松屋銀座賞、審査員賞などがあり、サンプルが制作されるのは大賞と最優秀賞、販売もされる松屋銀座賞です。まず、この中の最優秀賞はコラージュベルトですっていう方、どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、数が一番多かったデルタブーツ、これだろう、やっぱり。お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、多いですか。分かりました、ありがとうございました。要は革小物って捉え方がどういうふうに捉えるかで、これは売り物になんねえだろうって遊びみたいなのばっかりが選ばれるのって、我々としてはどうなのよそれって。売れないから作らないっていう、そういうこと言っちゃうと、あの発想とかデザイン性が出てこないんで、例えばあのフェイクグリーンなんかはインテリアショップに置いたら売れる可能性はありますよね。だからそういうなのがあればいいんですけど。話し合いは進み、各部門の最優秀賞が決まりました。この中から大賞が決まります。この5点はサンプル化大賞になります。デルタブーツ1、2、3、4、5、6、7、8、はい、ということで、デルタブーツの8点でした。これを、大賞ということでよろしいございますか。本当に作れるんですかね。あのドキドキして聞いてください。やればやれます。まあ、あの形になれば、もしこれ形になって、ね、それなりの存在感絶対出てくるから、はい、それはそう思います。大賞は靴部門のデルタブーツに決定しました。その他、各部門の最優秀賞はご覧の通りです。また販売も視野に入れて製品化される松屋銀座賞はご覧の2点が受賞しました。今の時代を象徴するようなものが出てきてるかなと思います。で、そうですね、そういう意味ではそのぬくもり感とか、まあ、それなりの愛着のあるものとか可愛らしさとか、やりようによっては変わって生きてくるような時代にもなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、頑張りましょう。まあ、来年どうなってるかも分かんないんですけれども、来年もこうやって参加させていただいて、けんけんがくがく議論を戦わせられたらなと思います。
どうもありがとうございました。奇抜ならいいっていうわけでもないけれども、やっぱり新しいものを作っていかないと、あの新しいニーズも掘り起こせないのかなって思うと、個人的にはあの一輪挿しみたいなものはレーザーでやっていくっていうのは売れるんじゃないかなってちょっと思いました。帽子のジェルフィッシュとかそういったのリサイクルなみたいなテーマだったり、コラージュのベルトだったりした、ああいった廃材を使ったものとか、よりなんか現実的なデザインが今回多かったかなと思いました。受賞作品の中からご覧の3点のサンプル制作の様子を見せていただきました。サンプル制作は担当する各メーカーと受賞者の打ち合わせから始まります。小鳥をデザインしたのは中国の四川省出身で、現在都内の大学で産業デザインを専攻しているラン・ウンケイさんです。形が立体的に伝わるよう模型を持参してくれました。例えばこういうふうにステッチが入っているのは問題ないですか？大丈夫です。大丈夫です。その格闘があれば大丈夫です、はいはい、接着であってもそれはどちらでも構わ大丈夫、うん、大丈夫です。あの一枚の革を継ぎ目なくやっていくのはこの形にならないだろうなと。手で縫う方法ならできるので、はい、穴を先にあらかじめ開けて、でこんな感じで合わせて、あのここを縫っていって形にする。尻尾の部分もかなりこうピンと立っている状態ですよね。そうですね。これにこうついてるのもこう置いた時にペタンとこう、はい、こうですよね。これをキープしてですよね、はい、いい体験でした。あのメーカー屋さんとあのいろいろ話して、自分のアイディアからあの実際のものを作るようにその相談をして、材料とか革の材料やり方とかそれいろいろ話してくれて、本当にいい体験です。はい、これは昔の話なんですけど、おばあさんと話してた、あなたは作っているやつは生活は何を役に立つかって聞かれた。その時はあ、そうなんだ、私は作るもの作りは自分の好き嫌いだけではなくて、多くの人にそのいい価値を作るようにあのそのデザインしていこうと考え始まりました。はい、まあ、難しいですけど、まああのまあ、楽しいと言いますかね、まあ、楽しめたらいいなという感じですね。普段やらないようなやり方とかもいろいろ試してがっかりされないようなものを作りたいなと思います。革で植物のインテリアを作るという新しい提案で、審査会でも話題になったレザープランツ、商品化もされる松屋銀座賞に選ばれました。初めての打ち合わせは受賞者、メーカー、松屋銀座、コンペティション主催者側が参加するオンラインでの開催となりました。ミニチュアみたいなのをあの作ってきたんですけども、そうしましたらやっぱりこのピン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 としてるよりちょっとこうゆらゆらしてる方がなんかなんだろう、なんかちょっとおしゃれだなというふうなことをちょっと思いまして、まあ針金なのでメーカー側でもサンプルを用意していました。オンライン上でできる限り具体的なイメージを詰めていきます。もう少しコンパクトの方がなんかお客様が飾る場所が増えるかなっていうふうにもちょっと思いましたので、実はこの葉っぱ以上にこの部分にもう全部技術が集約するぐらい、ここに難易度が全て集約します。あ、はい、意外にも最大の難関は派手なく鉢の方だそうです。
ぱり皮ってどうしても伸びるんで、それが多少伸びただけでも伸びる芽とかもあるんで、伸びやすい芽、伸びにくい芽とかもあるんで、上はいけたとしても、下が伸びたりしたら、もうこう、グラグラしちゃうんで、打ち合わせ後、受賞者の今井さんにお話を伺いました。こういうコロナ禍でおうち時間が増えてくる中で、何かこうレザーは長持ちしますし、とても楽しい素材ですので、室内を充実できるような、そういうアイテムを考えてデザインしました。世の中が変わって、それでそう、きっとそういうのに合わせて、デザインも変化していかないといけないんだなっていうことをお勉強しました。大賞を受賞したデルタブーツの製作は、靴の内側と外側を分け、2社が分業で行いました。外側の造形を担当した神戸レザークロスには、靴作りの現場でこれまであまり目にしなかった機械が並んでいました。最初の1枚はこんな感じで、ここの部分ですね、こういうふうに取って、で次は、2枚目はこう、こういうふうにどんどんこうつなげていくような感じですかね。事前に制作された靴の形を 3D スキャナーでデータ化して受賞者に送り、外側につける三角形のデコボコの一つ一つの形を決めていきます。このデコボコを何でどう作るかが一番の課題でした。最初のコンセプトとしてはもう型を作って、それで、一発で靴にしてしまうというのを考えてらっしゃったので、サンプルを作りましょうと、一足だけ作ろうとなると、本当に金型を作っていたら一足100万円とかかかってしまうと思うんですよね。だからそれを、ある程度の簡単さに置き換えていくのところはちょっと難しいなというふうには思いました。そこで登場したのが、なんと 3D プリンター。デザインされたデコボコのデータをコンピューターが樹脂で立体化しました。最近やっぱり、世の中の流れが、個人個人がいろいろな思考を持ってらっしゃる方にいろいろな靴を作るっていうなので、量産の中でもやっぱりその一つの型で作る量っていうのはちょっと減っていて、例えば 3D プリンターであるとか、そういう技術が入ってきたので、少量でもある程度のそのコストで作れるというのができてきてて、その方その方向けに靴が作れるようになってきたというふうには思っています。受賞者の根本さんは、実は過去2回このコンペティションで入賞しています。どちらも独創的なデザインです。コンペティションで入賞するたびに、一緒に座談会のようなものに招いていただいたりですとか、工場の方に見学させて、職人さんの、実際に手作業を拝見させていただいたりとか、そういった機会にすごく恵まれて、どんどん知識をこうアップデートしていって、初めて僕も一緒に作らせていただいて、すごく驚きました。自分は画面上でしかこう物を作っていなかったので、実物として本当にそれがそのまま出てきて、かなり自分が驚かされましたね。革小物部門の小鳥はすべて手縫いで制作されました。打ち合わせでも議題に上がった尾の部分については、針金を使ってピンと立たせることにしました。まず革の内側に針金用の溝を掘ります。ある程度の深さがないと、針金のその出っ張りが出てきてしまうので、ちょっと薄い鉄板だとかいろいろ考えてちょっと試したりしたんですけれども、針金ですごく細いものがあるのを見つけて、それでやってみたらいいんじゃないかなというので、針
針金探しから始まったんですね。そうですね、まあ、普段使うことのない材料ですんで、はい、一応その応用を聞かせればこういったものができる可能だっていうのが分かったっていうのは、今後何かしらの時に生きてくることもあるのかなと、はい、針金のあるなしの違いはご覧の通りです。この鉢作るの大変ですよっていう話を最初にさせてもらって、あ、そうなんですかっていう、葉っぱよりもこっちなんですねっていうとこから進んでます。まあ、普段自分たちが作ってるものは財布とかなんで、まあ、まず作ることがないものなんで、まあ、正直驚きがまず一番最初ですよね。まあ、職人としての感覚というか、あれではワクワクというか、まあ、どんな感じだろうなっていうのは気になりましたし、やってみようという意欲はありますきました。葉の部分に関しても詳細にやり取りをして最終形を詰めていきました。これだとワイヤーが見てわかると思うんです。ここに2本入ってるんですよね。こういうふうに曲げれるんで、より葉っぱらしく見えるんじゃないか。こっちからそれを提案させてもらって、向こうのデザイナーさんが、あ、じゃあそれでお願いしますっていう形です。で、ここにだからいっぱい思いが詰まってると思うんですよね。まあ、何かその未来に見据えたビジョンがあって、こういうものに応募してるんだと思うんで、やっぱりそれに職人としては応えてあげなきゃいけないんだろうなっていう。そうですね、はい、対象のデルタブーツ、 3D プリンターで作ったパーツの塗装作業を見せてもらいました。色を入れる前により革に近い質感を出すため、柔軟性のある塗料をスプレーします。乾かした後に茶色の塗料をスプレーします。このような製作過程は職人さんにとっても初めてです。こういう仕事させていただくと、毎回その、今までやったやり方じゃ表現できないという部分が出てくるので、そういう部分で新しい試せることがすごいたくさんあったので、楽しくやらせていただきました。製品化された作品はすべて松屋銀座で展示され、一般のお客さんに公開されました。毎年ね、開催させていただいておりますので、お客様には本当に興味深くですね、細かく見ていただいていると思います。松屋は以前からのデザインの松屋というものを心がけておりますので、デザイン画をこう実際の、ね、ものとして、目で見れると、こういう機会というのはですね、あまりこうやはり他のところではないものなので、そういったところを本当にアピールさせていただいて、今後の松屋の方の販売にもつなげていきたいなと思っております。販売もされる松屋銀座賞の2作品はご覧のように完成しました。2つとも川と植物がテーマです。川小物部門の小鳥、手縫いにしたことによってエッジもきれいに出て、尻尾も静止した状態でご覧の通り。そして大賞のデルタブーツは圧倒的な存在感です。受賞者の根本さんに今後の目標を伺いました。普通のデザイナーっていうところをずっと貫いていきたいとは思っていて、ただ提案して終わりではなくて、やっぱりそれが多くの人の足元をちゃんと支えるような、気持ちをハッピーにしてあげられるような靴を作っていきたいなというふうには思っています。